ハロー・アースノイド、デイン・ハイという殺人ドカベンと呼ばれた男に対するネットの反応をお送りするよ。たまには殺人ドカベンの話をしようぜ。語るほどのキャラ描写がない。名前言われても誰になるけど、殺人ドカベンって言われるとわかるキャラ。こいつマジで殺人カミングアウト以外キャラが立ってないからな。本家ドカベンはこんな感じ。結構似てるな。笑顔で殴り殺してそうな見た目だな。殺人ドカベンというド直球ネーミングが面白すぎる。この体格だし素手で人をバラバラにするくらいはやれそう。薬をやってるような感覚で殺しを決めてそう。まあ鉄火団ってヤバい連中だよねー。で引き戻されるやつ。まず鉄火団が結構な数殺してるのに改めて言われると本当に怖い。戦闘とか生きるためとか絶対そういうのじゃないだろ。多分仕事でなんだろうけど趣味でやって相関がありすぎた。そういえばこいつなんでエイジキャラみたいなデフォルメ体型してんの。エンディングでも肩幅広いから目立つ目立つ。なんでこいつにぴったりフィットの制服があるんだよってずっと思ってた。なんでドカベンなんだよジェイアンだろこいつと当時から思ってた。鉄血の少し前からネットではドカベンネタが流行ってたからじゃないかな。確かに鉄血放送してた頃、ニコニコ動画はドカベンのテーマ流すの流行ってたな。なんで殺したのかわからないし、特に何もなく社会に解き放たれた殺ドカ。何があれって、三日月たちみたいに兵士として殺人やったわけじゃなくて、仇の殺人犯なのに野に放たれたことなんだよね。いい話でに書いてるけどむちゃくちゃ怖いよなここ。殺人がバレて逃げてるとかの描写が皆無なのもあってなんか怖いんだよな。なんか本人の見た目と相まって未解決の連続事件の犯人感が出てる。生き残ったから鉄火団の戦死したモビルスーツパイロットたちより報いを受けなきゃいけない罪のレベルは低いということなのか。この殺度化は確実にラストで得したキャラなんだよな。ID ロンダリングできたので過去の殺人歴もチャラになったからな。事実だけ見れば凶悪殺人鬼が戸籍変えて一般社会に溶け込んでるんだよな。怖っ。殺してきた云々がネタにされてるのピンとこなかったな。アーヒューマンでブリとしてろくでもない仕事についてきたのね、ぐらいに思った。スペースでブリ含め、スラムの人間って別にかわいそうな善人ってわけじゃないからな。底辺にいれば汚いこともやらざるを得ないこともあるし、貪欲じゃなきゃ生きられない。デインもまたそういう世界で順応した結果、表では生きられない前歴がついたってことだろう。主人公たちも人殺してるけど隠してないから恥ずかしそうに隠してるこいつは、なんかそれ以上のヤバいのとしてるんじゃないかみたいな勘ぶられ方をされてたな。この体格なら女子供くらいスムーズに殺処分できそう。殺人をカミングアウトしてるけど傭兵団なんだからそんなのいくらでもいそうだけど。殺人の質とか動機が全く異なるんじゃないかという疑惑を持たれてて耐えられない。多分モビルスーツ絡んでない殺しなんだろうけど普通にやってるからね。モビルスーツ乗りってわけでもないし丸太みたいな腕で人をひねり殺す様がありありと浮かぶ。ほんと誰とくカミングアウト。盗みとか詐欺とか薬物とか暴行とか通り越して突然連続殺人は大量殺人をカミングアウトしてくるのほんと怖い。あのカミングアウトやるなら段階を踏めよな。いきなり開示されても視聴者としては困るよとリアルタイム視聴の時思った。生きて帰れる可能性が低い足止め役に立候補した理由とかでカミングアウトするよな。普通動機が自分だけコネで足抜けしようとしたタイミングで言い出すんじゃねえ。前半でこいつ修羅場くぐってねって伏線張ってからリーゼントのやつにカミングアウトしてたらもうちょっと印象違ってたよな。鉄血って惜しい設定多いんだよな。準備期間短かった種ですと似てると思ってる。機械整備が学べて視力深く振る舞えるくらいの環境にはいたっぽいのがまた終盤のどさくさで急にカミングアウトが入ったから妙なインパクトがあったんだよね。2期サブキャラでも割と目立ちがちなハッシュも流れでやられた中でこいつまでちゃんと避ける尺はなかった。モビルスーツやモビルワーカー乗りでも情けだしその手を直に血に染めてきたんだろうな。恵まれた体格をギャングに悪用させられて何人も罪のない人を撲殺してしまったとかそのあたりで、せめて仕方なくやってしまったならまだしも何人も手つけちゃってるのがな。生きるために盗みもした、喧嘩もした、人を殺したことさえあったとかじゃなくて、たくさんって言い方が怖い。たくさんって俺は3より上は数えられない。
なんかそうせざるを得ない過去があったんだろうなとは思うけど、詳しい話が全くされないせいでただただ大量殺人を告白しただけの男とかした。治安悪い地域だと小学生にピストル渡してヒットマンとかやらせて家族養わせてるからな。火星なんてメキシコかそれ以下だろうからさもありなん。まあ世界関東とかそもそもガンダムってシリーズ自体から考えてことさら描写されないならそういうことでいいとは思うけどな。殺人云々はあの世界、あのシナリオ展開とかだとそこまでいちいち強調するものでもないのに、こいつだけもっといると鉄火団側だけいろいろ言われすぎてるところある。こういうところで強調しとかないと、もはやフロージそれすれの少年兵で大元の設定が設定倒れを起こしてしまっていたからでは、世界観とキャラの設定に対して鉄火団の実像が貧困法制ないイコちゃんになりすぎてしまった感が、造形はアウトロー系ヒーローなのにアウトローさせられてないという本末転倒が起こってる。見えてしまうも何も周りのマイナスを無視しても鉄火団はあの世界では十分貧困法制にしか見えんよ。今さら殺人者入れてました程度で揺らぐほどじゃない。そうしたいんならもっと前からやれって話にしかならん。こいつに肩つまれて泣いてるリーゼントが脅されてるようにしか見えない。カミングアウトされたリーゼントが鉄火団の中じゃほぼ真っ白な技術屋なのもかわいそう。相方のリーゼントは裕福な家庭だから殺度家のカミングアウト怖すぎただろうな。ガンダム世界三大旗迷惑なカミングアウトの一つ、殺度家とジョージ・グレント、あとはラプラスの箱か。当時はそこまで影響なかったぽいけど、後々宇宙戦国時代に響いていくと思うと、ラプラスの箱とかいう結局中身よりも鍵の方の重要度と危険度が跳ね上がった旗迷惑。この本末転倒感は宇宙世紀っちゃ宇宙世紀。鉄火団の中ではまともだと思って付き合ってたリーゼントにこの返しである。真面目になぜあのタイミングでカミングアウトしたんだ。鉄火団は悪ですよアピールか。設定秘匿したままなのももったいないから開示したかったんじゃない。その設定が役立つのかとかは考えてなかったんでしょ。後ろ盾も帰る場所もあるザックの逃げればいいじゃねえか、他の会社に着けばいいじゃねえかに対する簡単に言うな系のツッコミだから、場面としての流れはそんなにおかしくないんや。単純にそれまで大したキャラでもない新人ネームドその3くらいだったやつが殺人言い出したから変なインパクト稼いだだけ。2期冒頭の雰囲気的に2期からの新入り組って鉄火団が生き残るのに必死だっただけで、大義名分だの正義だの革命だのなんだのには興味のない集団だってことが分かってない。おのぼりさんか跳ねっ返りの集まりって印象だったんだがな。実際そういうのはザックくらいだったっていうね。てか殺人ドカベンとかパワーワードすぎんか。殺ドカはなんか見るだけで笑ってしまうようになった。字面が強すぎるんよ殺ドカ。本家ドカベンに対するとんでもない風評被害、見た目と殺人ドカベンとかいうあだ名がインパクト強すぎるせいか、当時オルガの次ぐらい人気だった気がする。